また一政治は、日本の政治家、労働運動家、参議院議員、社会民主党幹事長、副党首、党首などを歴任。1944年7月18日、富山県富山市生まれ。1962年、富山県立富山高等学校卒業。1965年、富山県庁就職。1974年、 じ治郎と山県本部書記長に就任。1995年、じ治郎と山県本部執行委員長就任。2001年、第19回参議院議員通常選挙に社会民主党公認で比例区から立候補し、初当選した。2003年、幹事長、福島みずほの党首就任により、幹事長就任。幹事長時代に、 政党交付金の激減による財政難から党の財政と運営を見直すために創設された党改革推進委員会委員長を兼任。三33人の党本部職員のうち9人を指名解雇するリストラ方針を決めたこれらの人員整理の手腕から党内の一部で人切りまたしと呼ばれたまたしはどこかの会社と一緒にして解雇と 大々的に宣伝されるのは心外だ。党員に事情をよく説明し、人権被削減への協力をお願いしていると語った。これを不服として、対象者のうち3名が原告となり、解雇撤回を求めて訴訟が起こされた。一審では原告側が敗訴したが、控訴審では原告3名のうち1名が、訴えの一部を認められ、後に金銭和解が成立した。 残る2名の原告は上告したが、2008年2月1日、最高裁が上告を帰却し、社民党の主張がほぼ全面的に認められ、原告側の敗訴が確定した。2007年7月、第21回参議院議員通常選挙に決めの当選。2007年12月22日幹事長を、茂野康政と交代、社民党党大会において、 参議院議員選挙での敗北の責任を取る形で、幹事長を退いたが、福島みずほ党首から三役に止まるよう要請され、副党首に就任。福島はこの人事について、昇格だと語った。2010年7月、社民党参議院議員会長に就任。7月下旬に副党首の辞任届を党首に提出したが、8月25日に撤回。 2013年1月、幹事長であった、茂野の引退に伴い幹事長職に復職。7月25日、第23回参議院議員通常選挙3期目の当選。参議院議員選挙の敗北の責任を取り福島、水穂が党首を辞任、党首代行を兼務。11月、社民党全国代表者会議で、幹事長に再任。 2018年2月25日、吉田忠友の人気満了に伴う公認として、2018年社会、民主党党首選挙で無投票当選、社民党党首に就任。6月9日、党首の活動に専念するため、党と山県連合代表を退き、県連の特別顧問に就任した。2019年2月17日、党全国代表者会議で、 改選を迎える夏の参院選比例代表に立候補しない意向を表明した。主要野党間の候補者一本化の状況を見極めながら選挙区での出馬を模索する。5月7日、記者会見で4月末に肺がんが見つかったと述べた。東京都内の病院に13日から入院し、14日に手術を受けた。 6月15日、選挙区も含め、第25回参議院議員通常選挙に出馬せず、引退する意向を表明した。2020年2月の社民党党首選挙に向けては、当事社民党と立憲民主党の合流協議が行われていることから、また一の続投を希望する声も根強く存在したが、健康上の理由で立候補しなかった。2月23日、 任期満了で党首を退任し、党顧問に就任した。2021年2月、所属する社民党大山県連が立憲民主党への合流議案を可決したことに、伴い党顧問を辞任した。2007年6月21日に発売された週刊新潮において、利用は議員及び議員と同居する家族などに限るとの入居基準がある。 議員宿舎をまた一が女性との密会に用いたとの記事に対し事実無根であるとして発行元の新庁舎を相手取って3300万円の損害賠償と謝罪広告の掲載を求める訴訟を東京地裁に起こした。なお、これに先立つ同月19日、同地裁に雑誌の出版里目の仮処分を申し立てたものの却下されていた。この件に対し、社民党も 会見作動に立ち塞がる社民党と、また一幹事長をなりふり構わず中傷しようとする、週刊新潮の卑劣なやり方に強く抗議するとともに、新潮社が記事を撤回し謝罪するまで、徹底的に戦う所存であるとする、党声明を発表し、また市を全面支援して、裁判を戦うことを宣言した。しかし、自ら提訴していたにもかかわらず、 提訴と前後して新調舎側と時段を格索、調整が不調に終わると身体極まってしまい2008年6月30日に訴訟放棄を行った。このことで、自ら提訴した裁判での事実上の敗訴を宣言するとともに、記事の内容を認める結果となった。前日の通り、同問題について、挙党体制で徹底的に戦うとしていた、社民党の福島水保党首も、 このような結果になった経緯について、取材に応じることはできませんなどと取材を拒否し、説明責任を放棄した。2013年8月2日、参議院本会議の副議長選挙にて、二重投票で投票数が合わなくなったことによる再選挙を行うことになった。同日、自民党は二重投票を認めたまたいと無所属の糸数恵子の二人に対する懲罰動議を、 提出したが自民党以外の各会派は意図的ではないとして本会議への道義の提出に難色を示した。最終的には国会最終日の8月7日議長による口頭注意で決着した。ありがとうございます。